さあ、会話さん、はい、2024-25 シーズン一番乗りで会話ゲレンデ今滑ってきましたけど、いいですね。よかったでしょ。よかったね。はい、いやもうね、雪の厚みといいね、厚みといいね、コースの幅もしっかりあるんで、ちゃんとロングターンできるんですよ。最高ですね。はい、だこの時期にあの人工雪のゲレンデであのターンサイズができるってすごいなと思いました、うん、ね。はい、北海道からあの北海道北海道滑れなくてね、南下してきた僕としてはもう、はい、あとやっぱりさ、この冬景色、いやーやっぱりね、もう真冬じゃないですか。これぞスキーの醍醐味ですよ、ね、やっぱり景色もあるし、はい、もう見渡す限りどこを見てもこう冬雪景色じゃないですか、うん、いや気持ちいいな今日は。いや本当に最高の日に滑らせていただいてありがとうございます。とんでもないですこのやっぱり雪質って人工雪ならではじゃないですか、はいはい、でこの標高とそれからやっぱりこの天然雪も、少しこっち混じってると思うんですけども、はいはい、この辺の雪質って加山さんもいろんなとこ滑ってこられたと思うんですけど、この横手山のゲレンデって加山さんどう思われますか、うん、いや、やっぱり気温もすごいこの標高ですからね、はい、ここで、1800ありますから、はい、だからすごい条件的にはすごくいいですよ。ただ今雪をいっぱい作るっていうんで、少し人工降雪の中では水分を上げてコースにしっかりつくような雪を作ってるんで、これをしっかり圧雪で、整備して、それで朝の気温がバーンと冷えてしまうとものすごいいい雪になります。いやこれパックされた雪最高に気持ちいいでしょうね、はい、まだ僕ら今日滑ってきた中ではまだそんなにしっかり整備が整ってるわけではないですけれども、でも、ね、この雪の厚みといい ねこのエッジのかかり具合といいね、もう堪能させていただきました今日は、うん、やっぱり圧雪何回かしてやっぱり雪の空気を抜いていって初めてピタッとね、綺麗なバーンになってくるんで、ね、はい、やっぱり始まったばっかりなんでね、はい、今日ね貸し切りで滑った割にはいいでしょ。すごく良かったです、はい、まあ、これがねやっぱ何回かこう圧雪が入って踏み固められるともうさらに良くなるだろうなと思ってて、ね、だから、まあ、今日はちょっと僕は短いスキー入ってきたんですけど、はい、多分レーサーGS のスキーでも全然対応できるぐらいのコース幅なんでね。そうですね、まあシーズン初めの足慣らし、そして自分のねいろんなものをチェックするゲレンデとしては最高だと思いますよ、はい、いや最高です。今の時期のゲレンデとしては多分これは一番と言ってもいいんじゃないでしょうか。これはありがとうございますね。はい、まあみんなスタッフのおかげです。いや本当素晴らしいです。ありがとうございます。この志賀高原エリアでも、皆さんが楽しみに待ってるスキーを味わってもらうために、必死に早く開けようと、頑張ってましたね。そうですね、降雪の舞台の方々もそうですけど、やっぱり今年は本当温度が高いので、そのにらめっこと、あと標高が高いから気温は下がるんですけど風の影響が受けやすいので、思ったところに雪がつかなかったりと、もうあともうその後うちの圧雪チームとで、まあ雪をそれをいいゲレンデにするためにもう伸ばしていくっていう作業でがまあ大変ですねもっとターンを気持ちよく切ってもらいたいので、やはりもう厚く広くをちょっと目指して、今回ちょっと遅れたんですけれども、それで、準備させていただきました。オープン初日ということで、振る舞いとしまして、豚汁のサービスを行います、皆様の、お越しをここよりお待ちしております。